日本サッカー界にとって節目の年、1996年オリンピックの出場をかけた試合もあれば、2002年のワールドカップの開催をかけた投票も行われる今年、まず日本代表のユニフォームをつけましたこの選手たちが大事な初めての大きなタイトル手をかけたところ、相手はあのスウェーデン代表です。この試合の解説は木村和志さんです。木村さん、はい、ポーランドに5対0と勝った、はい、日本は相手のスウェーデン去年の6月に2対2で引き分けている、かなり自信を持って臨んでるんじゃないかと思うんですが。それはもちろんそうですね。あのポーランドに5対0で勝って、もうこれは本当に自信持っていいと思いますね。この香港ナショナルスタジアム、45年ぶりの香港の寒波ということで、昨日も一桁台の気温、今日も選手の吐く息が白くて、夜8時15分のキックオフですが、まあ、気合は入っていますが、体はピリッとおそらく締まってるんでしょう。そうでしょうね。日本の選手の姿が見えましたが、森保が怪我をして今日はベンチから外れています。11人のスターティングイレブンに加えてベンチ入りが7人です。そして3人が交代可能。さあ日本のメンバーです。前川が戻ってきました。柳本、井原、山口です。さらに北沢が入っています。高木、三浦、そして相馬、七海、小村、本田というメンバーです。森保の代わりには本田、森島ではなく北沢を使ってきました。さあ一方のスウェーデンですが、あのワールドカップでも評判になったゴールキーパーラベリが入っています。ローランド・ニルソンもかつて評判を取った欧州屈指の右のサイドバックのプレーヤー、まあ、この他若い選手も入っていますが、ダーリンがボルシア・メンヘングラートバッハの試合のために帰国してしまっています。まあ、スウェーデンにとっては欧州選手権の出場がなくなってしまいましたので、結果的にはこの後のフランス大会を目指す若いチームで臨んできました。今日のレフリーはデンマークのミデルセンさんです。そして2人の香港のラインズマン。さあ日本としては是が非でも勝ちたいわけですが、この試合5対0と大差で勝った、その辺の緩みなんかを心配することはありませんか。いや、それはもうないと思いますね、はい、もうスウェーデンというチームは本当にアメリカのワールドカップでも3位になったチームですからね、まあ、胸を借りるって言えば胸を借りるんでしょうけど、もう失うものは何もないと。でポーランドといい試合をしたということでね、今日は本当にいいゲームが期待できるんじゃないでしょうかね。こうした大型のチームと対戦するということは、日本にとってはこれから先でぶつかっていかなければいけない中東の大型チームたちとも何かこう共通するものを頭の中にアイデアとして持っててもいいんでしょうね。そうでしょうね。かなり中東の選手も背が高くて割とスピードのある選手が多いですからね、まあ、しかも場合によってはオーストラリアと戦うこともあり得るわけですから、そういった意味で大型のしかもヨーロッパの強豪相手、なんとしても大事なタイトルに手を伸ばして掴み取りたいところです。さあ日本は前にはカズと高木の2トップ、そして中盤の上がり目には七海と北沢、さらにディフェンシブに右に山口、左に本田、そして4人のディフェンダーで構成しています。右が柳本、左が相馬、中は右に大村、左に井原というメンバーです。スウェーデンはこのローランド・ニルソンがキャプテンでキープレーヤー。序盤はさすがにこう少し様子を見るって言うんでしょうか、日本もあまりこうかかってきません。木村さん、スウェーデンの場合は長いボールをうまく使ってくると見てもいいんですか。まあ、もちろん高さがありますからね、まあ、でもこう見てると割とボールを大事にしているようなチームですよね。スウェーデンボールです。14番が七海です。さあこの2番のローランド・ニルソン、右のサイドバックですが攻撃にも非常にいい関わり方をしてきます。9番のアレクサンダーション、ローランド・ニルソン、
アレクサンダーション、高さ要注意です。20番がサーリン、今日の前線はこの20番のサーリンと18番のヨンソンという2人。前川にしてみますと怪我の後戻ってきて最初のボールタッチ、まあ、ある意味ではこう落ち着いてプレーがし始められるかというところだと思うんですが、そうでしょうね。特に今日はあの相手が大きいですからハイボール上げられた時の処理なんかかなり気を使うんじゃないでしょうか。もうそういった意味では集中力っていうのは必要でしょうね。静かな立ち上がりになりました。このスウェーデンは香港リーグ選抜に対して1対0で勝っています。まあ、監督はしかしこのチームの出来コンディションそのものをまだパーフェクトとは見ておりませんから、日本に対してもかなりの警戒心を抱いています。本田、このあたりはプレスをかけていく日本、流してきます。ローランド・ニルソン、アレクサンダーショと、これは気持ちはありましたがやや気持ち先行だった感じがあります。アメリカワールドカップ経験のあるトミー・スベンソン監督、かつてノルウェーのクラブチームの監督をしていたこともあります。一方のカム監督と岡田コーチ、さあ両チーム得点のないまま前半の30分を超えて、ただ木村さん、ここまで見てますと日本のディフェンスラインがかなり深めでね、はい、この押し上げができてできないんだなと。そうですね、割とあのボールをつなげることができない、まあ、中盤からのやっぱプレッシャーを受けている分長いボールが多かったですよね、はい、それでうまくディフェンスの準備がちょっと足りないところがあったかなっていう感じですよね。小村しのぎました。怪我をした選手が出たためにボールを外に蹴り出していきました。20番のサーリンです。まあ、ここで肘が入った分、その後のプレーのやらの判断は早かったですよね、はい、わざとボールを外に出しましたからね。そして今ボールがスウェーデンから日本チームに返されて拍手が起こったところです。まあ、日本は押し上げもなかなかできませんでしたが、ディフェンスラインでボールがキープできたときにその後判断が非常に遅くてボールフィードに時間がかかりました。そう、柳本のプレー、倒されたのはスベンソンです。あ、柳本イエローカード。全般にあのスウェーデンの選手は身長もありますが体力的にも非常にタフで、そうですね、かなりスピードもありますよね。木村さんはあんまり好みじゃない方のチームでしょやりたくないですね、できるここまでの数のプレーはどういうふうに評価されますか。まだあまり画面にも出てこないですからね、そういった意味で中盤での球出し、特に山口、本田がもう少しボールに絡むようなプレーが出てくると、はい、前を向けて数なんかが出てくると思う。おっと、これはかなり強引に行きましたが、ちょっと危険なプレーですね。さあ、これは角度的には井原救われましたが、
注意だけで済みました。さあチャンスだ。スターリンだがオフサイド。まあ、しかしその山口と本田があまりうまく機能していないということはどうなんですか。スウェーデンのですね2列目にいる8番のミルド、9番のアレクサンダーションというこの前線に飛び込んでくる選手がいますよね。そうですね、かなり引っ張られているっていう感じもありますけど、日本がボールを持った時ですね、こういう井原とか大村とかバックラインで持った時にもう少しうまく、球をもらうような動きが出れば、その後のスペースをうまく使ってそこにパスが出れば落ち着けるんですけどね、はい、さあ柳本、北沢、山口、そして数センターバックのカールソンのファウルです。まあ、この辺のチェックは厳しいですよね。もう一度柳本、スベンソンを使ってきました。サーリンです。逆サイド危ない、よく叩き落とした。その前に笛が鳴りましたか。そうですね、キーパーチャージでしょうね。9番のこの後ですが、アレクサンダーション、残り時間が前半あと10分です。両チームともに日本の場合はほとんどシュートがない状態ですが、スウェーデンもしかし最後の詰めがこのなかなかビキッとはいってないんですね。そうですね、まあ、その分日本もうまく体の近くで、ね、守ってますからね、山口、柳本、本田、井原から指示がありましたが、相馬を使う、アレクサンダーション、この9番のアレクサンダーションという選手もキックは、まあ、先ほどシュートのミスはありましたがなかなか正確で自信持ってますね。そうですね、まあ、その前の、相馬選手のね、あのボールコントロール、もっとうまくやってほしいですね。特に現役時代からボールコントロールにはうるさかっただけに山口のプレーはファウルです。日本の声が聞こえます。ツアーを組んでこの香港ナショナルスタジアムに足を運んでいる日本のサポーターたちがかなり目立ちます。かつてはスウェーデンには単独チームでしか日本代表は相手をしてもらえない時代が長く続きましたが、まあ、僕らの時はね、本当にやらせてもらえなかったですよね。まあ、未だに戦ってくれない代表チームもヨーロッパにはいくつかありますけど ね、まあ、しかし日本がポーランドに5対0というのはメキシコ大会の時のボニエクですとか ね、すごい選手がいたチームでしたからね。ポーランドは高木を使ってきた、並みのシュート、これは前半では非常にまれですがいい形になりました。そうですね、うまく高木はポストのプレーっていうんですかね、割とゴール近くでポストプレーができましたよね、はい、まだ両チーム得点はありません。山口、北沢、山口出ます、つなぐ、数がいきます、
ってこれは少し何かリズムが変わってきました。日本さすがにしかしあの真ん中のラインは非常に木村さんスウェーデン強いですね。もちろんそうですよね。しっかりしてますよね。相馬、井原、井原と何か他の選手が絡むとちょっとヒヤッとするようなことがあるんですがこのケースは井原被害者でした。山口、相馬、本田、逆に危ない、繋いできた、スペースへ出した、助かりましたね。スウェーデンのミスに救われました。出したのは8番のホーキャン・ミルド。ちなみに日本のリザーブのプレーヤーには秋田、ディフェンスの秋田、さらにディフェンスの林、中盤の森島、さらにディフェンス鈴木正治、キーパーの小島、ディフェンスの澤田、フォワードの岡野と入っています。残り時間があと5分前半です。両チームまだ得点はありません。七海の受けたプレー、井原、しかしどうもこの長いボールが多いような感じが木村さんするんですがね、日本も。そうですね、どうしてもあの中盤からチェックされてるってバックラインが思ってるっていうんですかね、はい、そして中盤の、まあ、本田、山口がもっともっとうまくボールに絡んであげればもっともっといい形ができるんですけどね、どうしても押されてるような感じがあるんでしょうね。何か長いことをそこの方で持っていて出すところがなくて長いボールというふうな決まったリズムになりかかっています。そうですね、やはり高い相手のチームではやはりきついですよね。特に相手の選手が大きいですから、まあ、いつもの距離感であっても相手の方が持っているスペースが多いような感じがしてしまうかもしれませんね。そうですね、まあ、気持ちとして早く、あの自分たちのゴールから、ね、遠ざけたいという気持ちはわかるんですけどね。やはりこの辺のチェックでチェックが厳しいですからね、どうしても中盤につなぐと取られるんじゃないかという不安があるんでしょうね、はい、ミーケル・ニルソン、このミーケル・ニルソンもアメリカワールドカップのメンバーです。まあ、あの頃はテルンですとかシュバルツですとかリンパールですとかっていう中盤のいいプレーヤーもいましたが、世代交代の進んでいるスウェーデン。芝がかなり深いですかね。そうですね、深いみたいですね。ローランド・ニルソン、高木が行きました。スベンソン、この15番がスベンソンです。もっと柳本、いいですね、いいディフェンスですね。山口、高木、このスウェーデンの選手に後ろからかかられても倒れないだけの高木にはそういった魅力があります。高津、フェイクを入れましたが、いやチェック厳しいですよね。この数にはかなりスウェーデンも、まあ、研究してるんですよね。まだ両チーム得点がありません。しかし日本もシュートの数がここまで1本2本というところですが、かつてのことを考えると
堂々と0対0でやってますよね。そうですね、まあ、最も鹿野監督はこのサッカーではちょっと腹を立てているかもしれませんが、山口のプレーでした。気温も低くやや小雨混じりのコンディションです。北沢、判断もっともっと早くしないとすぐ詰められますからね、特にあの本田とこのスウェーデンの選手との体格差ですと何かのしかかられて終わりみたいなところがありますね。そうですね。さあ45分になりました。ここで笛が鳴って前半の終了、両チーム得点のないまま0対0、まあ、内容はともかく日本は0対0で乗り切ったというところにはどうでしょうかね。後半にかけるこう期待度という意味では、まあ、結果としては良かったと思いますね、まあ、よく守ってたなっていう感じでしょうね。はい、鴨監督から何か声がかかったんでしょうか。ナナミと一声交わしました。さあ前半を終わって0対0、スウェーデンの方もしかしどうなんでしょうかね、まさに伝えられた通り非常にいい出来っていう風な状況ではないように見えますがね。そうですね、まあ、決定的な場面も少なかったですからね。はい、小雨も混じっています香港のナショナルスタジアム。かつて日本代表として木村和司さんもこのスタジアムではありませんが香港ではいろんなプレーの思い出があろうかと思いますけれども、今はあの映像的に J リーグの放送が香港の方々にも見るチャンスが大いにあるそうでしてね、はい、ですからあの北澤選手の映像が最初に映ったりしましたけども、そういった意味での親近感が多分にあるんじゃないかと思うんですが、まあ、時代が変わったということでしょうか。そうですよね、このスタジアムは立派ですよね。立派ですね。さあ後半に入ります。日本はメンバーが変わっておりません。そのまま前半のメンバーがそのまま入っています。一方のスウェーデンは今ボールにタッチに行こうとしました。19番のプリングレが入りました。20番のサーリンが抜けて19番のプリングレがフォワード入っています。190センチになろうかという大型のフォワードです。タッチライン割ってスローインです。今日はディフェンスラインは左相馬、真ん中が左寄りに井原、右に小村、そして右のサイドバックには柳本が入っています日本。そしてディフェンシブハーフは左が本田、右に山口です。中盤の上がり目、左が七海、右に北沢、そしてフォワードは和人、高木、ゴールキーパーは前川です。さあ和途中から後半から入っているプリングレ、そのプリングレにつなぐ、戻した、いやー、横本田選手回転ディフェンスしましたよね。9番のアレクサンダーションから、あの後半から入ってきたプリングレも大きいんですけど早いですよね。そうですね、ちょっと要注意人物でしょうね。放り込んできます。高いですねこの辺は。
ディフェンスラインから入ってきました5番のカールソン。どの選手もみんな高いんで、そうですね、誰をターゲットにしてるのかっていうのが、まあ、今のは柳本選手がね、よく体つけてましたからね、はい、まあ、必ずしも高さで競らなくても体で相手の安定感、そのポジションを取らせないようにするというのもディフェンスの一つです。本田、相馬が上がりますが狭いチークでした。もう一度本田、マンチ、北沢、こういう大型のチームに対抗するときには木村さん、速いボール回しというのは効果あるんですか？もうもちろんそうですね。今のもダイレクトで一つ入れば変化できて面白かったと思うんですけどね、どうしても横になってしまってね、リズムが出てこないですね、なかなか。94年のアメリカのワールドカップでは3位という好成績を収めましたが、去年の欧州選手権予選では結局グループで3位になって、今年のイングランドでの選手権 本大会には出場する権限を取ることができませんでしたスウェーデンですが、前半に比べますとパスの長さが随分変わってきました日本代表。走るのはヨンソン、この18番のヨンソンが1人残っていますが、途中から入ったプリングでかなり動いてますね、前の2トップのような形になってますよね、はい、使ってきた。ところはちょっと強引でした。あ、オムラン謝ってよかったですね。まあどうしても真ん中のディフェンダーには警告注意といったものがつきもんですが、まあ、この辺はね、変わってきた選手ですからね、挨拶があるでしょう、うん、なるほど。ついていきます柳本。この辺のディフェンスは素晴らしいですね。スベンソン、コーナーキックです。左も右もこの9番のアレクサンダーションが蹴るケースが多くなっていますスウェーデン。日本のディフェンダーに当たりました。山口、さあ逆にオフサイド。この辺の上がりはいいですよね。よくラインディフェンス組織立ってますよね。スウェーデンも大型ではありますが、ダイレクトパスもかなり使ってきますよね。そうですよね、まあ、その分だけ日本のディフェンスもボール近く行って、やることがないからダイレクトでやる場面が何回か出てますよね、はい、うん、それだけボールに寄せてるということで、はい、いいディフェンスしてますよね。まあ、かつてアメリカワールドカップの時には左の前線にケネット・アンデションという190センチを超える大柄な選手がいましたが、この選手が大きい割にスピードもあって足技も見事で、それこそ3位に上がる原動力にもなりましたけれども、後半の6分を回っています。さあ決めた。
後半入って6分になった7分ですが、途中から入ったプリングレの左足一閃、アレクサンダーションからスルーがありますよね。そうですね、これ振り抜いて早かったです ね、やっぱりいいシュートですね。アレクサンダーションからヨンソンを経過したんですかね。そしてその前に1人、ね、8番のホーキャン・ミルドがいました。2人スルーするような感じでしたが、それにしてもあのボールコントロール、その後躊躇のないシュートのコントロールも良かった。素晴らしいですね。プリングレがスウェーデンに先取点をもたらしました。さあ日本としては、ただ木村さん1点取られはしましたけれども、まだ始まって7分ですよ。そうですね、まだ時間たくさんありますからね、これを落ち着いてうまくつないでいけばチャンスが出てくると思うんですけどね。真ん中を使います。七海は今のがちょっとつまずいたのが計算外だったでしょう。しかし短いパスが増えてきました、キャプテンのローランド・ニルソン、もう32歳です。この人はイタリアもアメリカも、そしてスウェーデンの欧州選手権も体験している選手。さあ抜けてきた、一歩危ない、いやナイスキーパーですね。井原がよくついていました。ミルドからヨンソン、あそこ井原引っ張ってましたかいやうまくあのコースに入ってましたからね、この柳本とこの15番のスベンソンの戦いも、まあ、それぞれ口には出さないものの相当気持ちではあります。まあ、一つこの柳本選手のあの辺からのフィードですよね、はい、一つ課題にしてほしいですね。日本はこの両サイドバックをいろいろ試しているのはこの年始めの代表の一つの目的になっているわけですが、スウェーデンは縦にかかると早いですね。柳本、高木を倒したのはカールソンです。プリングレ、あっと後ろから払いに行きました。これは三原だったでしょうか。三原ですね、まあ、この辺は1点取られた分ちょっとやってくる。ああそうですかただ警告はどうやら出なかったようです。今のフリーキックはもうすぐ始まりましたけどね、はい、合わせましたが、香港のファンの皆さんもよくサッカーご存知ですよね。ボールコントロール少しミスしたら展開が遅れるということが分かってますよね。七海、本田、本田の本領発揮、いいですね。やはり自分で失敗したように自分で取り返した、でこういう結果になったんですね。さあ日本にとってはいいところでのフリーキック、同点のチャンスになりました。ここは左足の七海か右のカズか、まあ、当然この後の寄せもありますし、それからミドルシュートのそうですね、このポジションもあるでしょう。打ってもいいでしょうね、
この人はあの手が大きいのと有名なゴールキーパーなんですよね。はい、双子のゴールキー、双子の選手で、まあ、この辺は落ち着いてますよね。まあ、見てると本当にあのボールの正面に素早く入ってるんですよね。キックそのものは悪くありませんでした。そうですね、もう少し狙い目としてあの遠いサイドに狙ってほしかったっていう感じがありましたね。あーはー、画面上できますと右の方ということになりますか。そうですね。あ、森島が入ってきました。森島が入ってきたということは北沢でしょうか。ただこの狙い、まあ、森島といえばボールコントロールもいいですし、ボールをキープできる能力も高い。そうですね、そういった意味であの北沢選手ちょっとあのボールを返すシーンとか横のパスが多かったですからね、はい、でやはり中盤でも何度か取られたりしてピンチを招いたことがありましたからね。トップイングと井原がぶつかっている。また井原です。木村さん、相手のチームが選手を変えてきた、自分たちは1点リードしている、スウェーデンとしてはここは傘にかかって攻めたいところでしょう。そうですよね、もちろん。でここで1点取れば引き離せるチャンスですからね、はい、得点はスウェーデンが1対0とリード。まだしかし後半の13分、また来ました。ピンでついていったのは森島、その森島だ。やっぱり入ったばかりで元気です。この選手は確か木村さんの、サッカーのクラブの後輩、ね、ということになりますよね。まあ、小学校中学校の後輩ですね、北沢に代えて森島を投入した加茂監督の采配ですが、何か特に変わってきた目立つ点はどこですか。まあ、あの森島が入ったことでつなごうとする局面が多くなりましたよね。高木、山口、フォーキャンミルドのファウルです。つなぎます、いいですね。森島、柳本、これですね。そうですね、さっきから話に出てるのはかなり細かくパスがつながるようになって、そしてダイレクトも入ってきましたよね。まだスウェーデンが1点リード。後半から入った19番のあの髪を後ろで結んだプリングレがワントラップして豪快に左足で決めました。森島、高木選手しっかりしてほしいという感じがしましたがこれ足元の問題もあるんでしょう。そうでしょうね、あの雨が降っている分、ちょっとピッチがスリッピーですよね、はい、いいですねこのような展開は。そうなら日本、これはスウェーデンボール。あ、この飛びかかったので取られました。そうですね、かなり足を上げていってますからね。相手になったのはこの5番のカールソンです。アメリカのワールドカップの時にもスウェーデンはセンターバックを22歳のコンビで組んでおりましたが、まあ、若くても非常に才能豊かな選手が揃うスウェーデンです。それこそワールドカップのスウェーデン大会といいますか、ペレのところ、あ、またプリングだ。
だいぶ気分よくしてるでしょう、ね、面白い選手ですね。今のもシュートを狙ってますからね、センターリングと見せかけてこれは意識してシュートを狙ってますよね。まあ、木村さんの場合はこうしてその若かりし頃に途中から出てきてプレーをするということはそんななかったでしょうけれども、こういう選手っていますよね、後半から入ってきていきなり点を取ってもう気分よくてガンガンいくっていうんでしょうか。そうですね、やはり出てきてすぐ得点したっていうことで、はい、本当気分的にも乗りますからね。ですね。まあ、過去このカールスバーグカップの前にはこのプリングでは代表経験キャップが1あります。とってはね、要注意人物ですよね。数いきます。繋いできた、山口、本田行きます、前に走った相馬、サポートに行く七海、山口ダイレクトプレーヤー繋ぎます。柳本展開ですね。ワンツー、一旦止めた堀島、キープ、山口、こっから変化出してほしいですね。さあうまく使ってきたが日本らしい攻めができるようになりました。シュートチャンスか、惜しいですね。スウェーデンが左足に体重をかけると右にかけると左といったように日本の速い細かいパスでスウェーデンを翻弄しています。さあコーナーキック蹴るのはカズ、同点に追いつくチャンス、飛び込んだのは高木、悪くありませんでしたね今のも。そうですね、いいボールですよね。1点追っている。さあカズだ、チャンスだ、ちょっと逆に回った、入った、同点、小村、いいまずこれが越えちゃいけません。小村のヘディングシュート、同点に追いつきました日本代表。これで小村は先日のポルトガル戦に続いてのゴールということになりました。もともとこの人のセットプレーでの得点力は評判が高かったですよね。そうですね、かなり迫力ありますよね。しかしカズもあそこで、このプレーから、そうですね、これも、カズの判断で切り返したんですけどね、うまくここで小村が競り勝ってますよね。深いですよね。そして最後はラベリに当たってオウンゴールのような感じになりましたが、おそらく得点大村につけられるでしょう。もう素晴らしいヘディングですよね。このスウェーデンのあの屈指のゴールキーパーをおたおたさせるような立派なゴールでした。もうその前の展開も良かったですよね。さあこれで日本は気分的にどうですか、日本の方がスウェーデンよりだいぶ上に立ったんじゃないですか。もう今はイケイケという感じでしょうね。何か森島が入ってみんな の, プレー自体がもう前向きにっていう場面が多くなってますよね。加茂采配が一つの結果として出た形になりました。森島、七海、相馬行きます。もう一度スピードを上げる、相馬選手、柳本選手、本当に両サイドからの、もう一つ策が欲しいっていうんですかね、あの辺でもうまく
一つの自分の抜ける形フェイントでも持っていれば、はい、もっともっと幅が広がるんでしょうけどね、うん、ということは同じ形でセンタリングセンタリングというふうに行き過ぎるということですか。そうですね、かなり同じような形であのセンタリングを上げたりしてますよね。もっともっとあの自分の形あそこまでいい形で行くわけなんですから、もっともっと絶対ここで抜いてセンタリングっていう形を練習してほしいですね。なるほど。さあ逆にスウェーデンとしてはここで流れ日本のあの速い流れを断ち切っておきたいところでしょうが、マイカー、うん、今日は前川が無理をせずにパンチでそうですねクリアするケースが目立ちますかね。ちょっと膝を痛めたか、まあやはり身長が高いので、もしミスった時は本当に決定的な場面になりますからね。なるほど、これは手堅くいいんじゃないでしょうかね。このあたりもおそらくベンチからあるいはキーパーコーチから指示が出てるとは思いますが、同点に追いつきました日本です。前半に比べますと木村さんダイレクトパスが増えましたよね。そうですね、よくボールが動いてますよね、はい、しかしこの1対1同点というのは去年の6月に続いてあのサッカー大国スウェーデンを相手に1対1です。攻撃が良くなっても、本当にディフェンスも良くなってますよね、山口。そうですね、七海です。いい展開ですね、こっからですね。相馬、高木を狙ったんでしょうが、スベンソン、クリングレ、柳本がつきます。探しているクリングレ、スベンソン、よく上がりました。小村、いいですね。森島、まあ狙いは良かったですけどね、はい、同点で25分。同点で90分を終えた場合には V ゴール方式、ゴールデンゴール方式の15分ハーフの延長戦になっています。カールソン、2002年のワールドカップの招致のこともあります。日本としてはスウェーデンに勝つか勝たないかというのは世界に与える影響がまた印象としては違います。スベンソン行きます。よく前で防ぎました小村。この人の上半身もすごいですね。すごいですね。日本としては同点に追いついたこのムードをあっさり相手に渡すわけにはいきません。まあ、特に高さありますからね、こういった意味でセットプレーには注意したいですね。アレクサンダーション、前川は勇気のあるゴールキーパーです。また放り込んできた。アレクサンダーション、シュートだ。よく体を寄せました。いや、いいディフェンスですね。この9番のアレクサンダーションはキックには自信を持っています。このスウェーデンあんまり中に入ってきませんね、最初からは。
そうですね、後ろから走り込んできて、ドカンっていうやつでしょう、はい、やっぱりこれあの空中戦には相当自信持ってるってことですか。そうでしょうね、まあ、それだけ走り込んできた分もっと高く飛べるっていうことでしょうね。日本が1対1と同点に追いついています。27分を回りました。残りあと17分。日本としてはどうなんですか、あんまり早く点を取りに行こうっていう風にならなくてもいいんですか。まあここはまあ1対1ですからね、まあ、勝負として、まあ、どこで仕掛けるとかそんなありますけど、まあ、できれば点は欲しいことは欲しいんですけどね、はい。まあ、今の流れとしては、まあ、1対1落ち着いてきた場面ですよね、はい。まあ、このあたりもかなり前半と違って接触されても日本のボールになってますからね、繋がりますよね、はい。そしてその後の比べますとディフェンスラインがこう生きてきました。それから判断が早くなりましたね。そうですね、よくボール動いてますよね。今年のこの遠征は木村さん、あの柱谷選手が出場できなくてですね、鴨監督も岡田コーチもその辺で一つチームを引っ張っていく、あるいはピンチの時にまとめるっていう意味での心配をしてたみたいなんですが。そうですね、まあ、その辺は伊原なんかがよく声を出してやってますよね、はい。さあ柳本、あの下のカメラから見てみますと人間の林がそこにひしめいてる感じですがこの辺ですよね、たまたま上がったっていう感じですけどね、はい。まあ、逆サイドにカズが来てましたんで、このカズニアです、シュートがいやとオフサイド。今のは打っても良かったんですか、それともあの繋いだ方が良かったんですか。まあ結果としてどうかなっていう感じですけど、あの山口の判断ですからね、はい。もう少しキーパー寄りだったらあのボールの回転からして面白かったと思うんですけどね。なるほど、かなりあのスウェーデンのバックラインも体寄せてきてますからね、後半の30分回っています。1対1の同点、日本大健闘。まあ、今日本大健闘と言いましたけど、これが不満に思えるぐらいになってもらわないと困りますねまあでも大したもんですよ、本当に伸び伸びと後半は特にいいプレーが見えます、さあ七海が入ってきた、ヘディングだ。2人ちょっと重なりました。カズと高木です。重なりましたね、今の森島から七海、いい展開でしたね、井原。相馬、森島へ、本田、それこそ木村さんの指摘じゃありませんけれども、山口、本田というところが
プレーに関わる時間が増えてきましたね。そうですね、そういった意味で一つあのマークを剥がしてあげて森島、七海あたりに前を向かしてね、あのプレーがどんどん出てくるとまた面白い展開になってくると思うんですけどね。井原がまあこれまでと違って非常にこの積極的、全体を考えながらポジションを取り、そしてボールをどうしていくかということもかなり的確な指示が出ているようです。まあ、この辺の最終ラインのボールの回し方はかなり練習されているんでしょうね。こういったあの井原が左サイドに行く場面が多いですよね。まあ、ここでそうですね、山口が絡んできて、そこで森島、七海にボールが渡ってくるようになるともっともっと面白い展開が出てくると思うんですけどね。こうして後ろでボールを回している間に前線あるいは中盤では盛んにポジションを動かして相手を引っ張ったり牽制したりしているわけですね。そうですね。高木、森島は引っ張っていきましたが、ね、後ろから柳本、クリアはスベンソンです。まあ、かなり本当にリズムが良くなってきてますよね。サイドバックがセンタリングの体勢に入ると木村さんが考え込むような アレクサンダーション、スライダーとプリングでスルーした。危なかった日本。ホーキャンミルド、だいぶこのヨンソン疲れているようですが、あ、交代ですか。18番のヨンソンに代わって6番のヘンリクソンが入ります。34分回っています。変わったばかりのヘンリクソン、大村が出てきましたが、プリングでヘンリクソン、そのヘンリクソンが走ってくるのはオフサイド。いやこの辺の微妙な駆け引き、プレーするんですからね。そうですね、堂々としてますよね。シュートだ。山内の足元で計算して、この人これ得意ですよね。いや、いいシュートでしたよね。ここでうまく内側を、まあ、バックに寄せられて、バックの仕事が目に入った分ちょっと最後の振り切れてなかったですね。もう少し抑えて、あのもう少し下のボール打点の時に、ね、ええ、蹴ればうまく左隅に行ったと思うんですけどね。まあ、しかし山口がああいう密集の中でああいった変化のかかったミドルシュートを打つということ、山口の胸の内がなんとなく想像がつきますが、しかもこのスタジアムは観客席が近くて日本のサポーターも多いですから、日本代表にとってみますと、まあ、気温もそれこそ高くありませんから、ちょうど今の日本でプレーしているような感じになっているんじゃないでしょうか。また出てきましたスレンソン、柳本ついている。この辺は柳本選手、早いですよね。
ここのあの童顔の柳本とこの上半身だけの男スベンソン、この1対1の戦いも面白いですね。そうですね。まだ傷が残ります前川です。だいぶ選手の息が上がってきました。ミケル・ニルソン、狙ってきます。今のキック、まあ、ミスキックって言えばミスキックなんでしょうけどね、うまく日本のバックライン利用しましたからね、はい、しかしこのヨーロッパの大型チームに打たれるミドルシュートっていうのはかなり威力あるんですでしょ。そうですね、やはり外国の選手っていうのは本当にあのどうですか、膝から下の振りが速くて、で落ちるようなボールを蹴ってきますからね、はい、キーパーとしても取りにくいですよね。相馬、この相馬の相手をするローランド・ニルソンもしたたかな男です。まあ落ち着いてますよね、1対1のまま花見、木村さん、相馬が上がった時の七海のポジショニングはどう見ますか。いや、かなりうまくサポートしているんですけどね、ええ、そんなには問題ないと思いますね。そうですか。何か相馬の左サイドのセンタリングに七海が何かできないのかと胸の内を思ってるんじゃないかという気がするんですが ね、 そうですね、まあ、一つの相馬のボールの持ち方にもよるんですけどね、はあはあ、でうまく相馬が持った時に七海がサポートして、その七海を、まあ、うまく使ってフェイントをかけて縦に行ってゴールラインからのセンタリングとか、はい、そういう場面が出てくればもっともっと面白いんですけどね。で単純に七海を使って次の動きで相手を抜き去るプレー、はい、そういった意味でもいろんな点ができると思うんですけど ね、 ね。さあまたプリングできました、うん、この辺の避け方も見事です。ローランドにミケル・ニルソンです。昔ドイツにブリーゲルという選手がいましたが、あの選手の場合は左のサイドバックでしたけども、あの人も怖い顔してましたが、このスベンソンもなかなかどうして迫力があります。まあ、木村さんもご存知だろうと思いますが、さあカズダ、柳本、ですよね、コーナーは取りましたが、しかし狙ったボールではなかったはずです。こういう大型チームでのセットプレー、日本にとってはこういうところで点が取れるかどうかっていうのもこの遠征の一つの課題でもあると思うんですがね。そうでしょうね、いろんな意味で、まあ、大型チームでもセットプレーで取れるっていう、まあ、自信もね、まあ、いいボールでしたね今のは。よく曲がってますよね、よく集中しています、うん、さあ抜けてきた、チャンスだ。いやちょっと今高木とカズのコンビネーションちょっと合わなかったですね。残りあと4分切っています。これで両チームともに点が入りませんと
V ゴール方式、ゴールデンゴール方式の延長戦です。15分ハーフ。日本要注意。こういう大型チームでは木村さん、あのセンタリングをまともに上げさせてはいけないんですね。まあ、もちろんそれもありますけどね、その後のプレーですね、まあ、うまく今のは、柳本がクリアしましたけどね、そういった意味で、まあ、ボールに釣られない中の選手は相手選手をよく見てるっていうことが大切ですよね。まあ、今上げた選手にもプレッシャーがかかってましたから。高井も戻っています。オフサイド。そうですね、このオフサイドトラップはいいですよね。相手のルーズボールになった瞬間にスッとラインを上げてますよね。森島が翻弄している。高木に対する後ろからのチャージ、日本ボールですが早い展開です。スウェーデンの日本に対する対応自体が少し変わって、前半とは変わってきていますが、多少疲れがあるんでしょうね。来ました、フリングレ。これ短距離の選手ですよ。いやー、この前川はよく落ち着いてますよね。昔だったらあそこで前川にあそこまでプリングレにプレッシャーかけられるとタッチラインから外でボールを受けるのが精一杯でしたがね。今はこうしてそういったものが多く見られましたよね。小村がちゃんと胸で受けて次につなごうというプレーができるわけですから、まあ、木村さんと私はこんなこと言ってるとずいぶん古い人間のように見えますけど、実に日本のサッカーの成長著しいものがあります。山内、いいですね。ホイッスルありました。イエローカードが出ました。森島に対して、あ、これは明らかに来ました。そうですね、来たのは、あっと、もうそのつもりで来てますね。そうですね、オーキャンミルド、ワールドカップのプレーヤーでもありましたが、まあ、かなり相手も森島のプレーに嫌がってるんですよね。そういう駆け引きってのはこれ男と男の戦いでは木村さん、やっぱり現実あるんでしょうね。さあ45分を回りましたが、日本ギリギリのロスタイム取れるか。これはスウェーデンボールです。この流れはしかし鴨監督、取れるという気持ちがあるでしょうが、なんか顔つきいいですよね。顔つきいい、はい、さすが長年その顔を見てきただけありますね、木村さん。長いボールでしたが、ここで笛が鳴って後半を終了しました。1対1の同点で延長戦に入ります。15分ハーフの延長戦ですが、後半から入ったこのテリングレ、そして日本は小村、それぞれ1点ずつ。日本はしばらく0対1とリードされている時間帯はありましたが、よく我慢して森島を投入した鴨監督の起用が当たってリズムが変わって日本同点に追いつきました。そのシーン、まずスウェーデンの先制点からです。これうまく回転して早かったですね。アレクサンダーションから、まあ、ここまでのパスが3本でここまで来てたんですよね。ヨンソンを空かして、その後ホーキャンミルドがやはりスルーして、そしてこの後日本です。カズからオムラ、
ってますからね、まあ、相手は下がりながらのヘディングでしたけど、かなり打点も高かったですよね。はい、これで日本追いつきました。1対1。そしてその後は両チーム得点なく、さあ延長戦。この V ゴール方式ですが、日本は J リーグで慣れている、ヨーロッパ選手権の予選はまだ引き分けがありましたから、 V ゴール方式というのではありませんでした。まあ、その辺の経験の違い、何か差がありますか。どうなんでしょうね、これはもう、まあ、駆け引きって言って もう入れれば終わりですからね、はい、木村さんはその V ゴール方式のなかった時代からできた時代まで、まあ、その間を両方ご存知なわけですが、その辺の戦う側の意識の違いってのあったですか。いや、 やってる方もね、ある程度面白いっていうんですかね、はい、入れればもう勝ちっていうの、勝ち負けがはっきりしますからね、まあ、その分長くずるずるいくと、まあ、次の試合とかも関係してくるんですけどね、はい、手に当たったのこれは取りません。まあ、しかし流れとしては日本がリズムがいいだけに、やや分があると見たいですけどね。まあそうでしょうけどね、もうこの延長 V ゴールになると全然違いますからね、気持ちとしても。森島、いやいや、なんか本当にこの動き自体も違いますね、さあどうでしょうか。オフサイドですね。森島とカズが並んでボールのスペースに入りましたが、この森島という選手は、木村さん、足元でボールをもらってもいいですし、それからスペースで出てもいいですよね。そうですね、まあ、うまく体の使い方がうまいですよね。小村入ります。そういう点では先輩後輩を抜きにして、木村さん好きなタイプの選手でしょう。そうですね。まあ、見てて、面白いって言うんですかね。あ、はい、うん、まあ、意外性のプレーも出てくるし、まあ、ボールコントロールもしっかりしてるし、なかなかやっぱり面白いですよね。高木がファウルを取られました。うん、さあ抜けてきた、プリングレだ、よく入りました柳本。そうですね、いいですね、この辺のルーズボールをうまく受け取って、高木を使う、と一瞬ボールから、これも取りません、流します。おっと、相手は上背のある選手、プリングレ。森島、この森島が持つとあんまり近づかなくなりましたね。選手が近づくとフェイントにかかって抜かれたりします。いかにもプロフェッショナルなシュート。ボールもよく落ちてるんですけどね、もう少し、インの方にかかればっていうところでしょうね。まあ、得意のコースなんでしょうけどね。横に1人ついていました。そして前からプレッシャーがかかってきましたが、その瞬間のプレーです。さあ、またスベンソンだ、飛び込んできた、日本ボールです。片追いからして、この決勝戦は決着をつけるために延長戦 V ゴール、ゴールデンゴール方式です。そしてそれでも決着しないときには PK 戦です。
けのソムラン。日本はここまで選手交代は1人だけ。スウェーデンの方はもうすでに2人変わっています。延長戦の前半は15分です。伊原、あ、これもカードは出ません。これも危険なプレーですよね。今日は伊原はいくつかもらっても何も言えないようなシーンもありましたが、レフに好かれてるんじゃないですか。息子に似てるかもしれないですね。伊原もそのあたりは覚悟はしてるんでしょうが、としては木村さん、このレフリーはどういう笛を吹く、どういうカードを出すということを分かるか分からないかというのはかなり大きな要素でしょ。あ、もちろんそうですね、まあ、よく吹くレフリーだとあんまりあの汚いこととか、余計なことはしない方がいいですよね。特にディフェンスの選手にとってはそういうアンテナが必要ですが、笛が鳴ってオフサイドか。ちょっとのタイミングですけどね。数の吐く息が白い。45年ぶりの寒波、一桁台の気温でこの香港のナショナルスタジアム。もうすでに10時を回っています。足を痛めたか。相当強引な突っ込みでした。倒れたプリングレ。この後ですね、あ、着地した瞬間に膝をひねってるみたいですね。角度を変えてみましょう。大村とぶつかってるんですが、無理な体勢から入っていますが、ね、左の膝の外側、あの触り方はあれですか、靭帯を調べている感じですか。かなりいってる、スウェーデンは3人交代の可能のうちの2人をすでに使っています。この人は70年のそのスベンソン監督、70年のワールドカップに出場した経験がありますが、 V ゴール方式のこういう試合の中でフォワードの選手を変えなければいけないっていうのは、特に調子のいいプリングレだけに監督としては頭が痛いところでしょうが、さあ、あ、まだ変える気配はありません。あ、そのままかなり痛そうですよね。相当これ気合も入ってますが、そのプリングで足を引きずりながら、かなりしかしダメージ大きいみたいですね。そうですね。ハンドを取りました。しかしこのままプレーを続けられたら驚異的な強さということになりますが、そうですね、かなり1点取って、はい、まあ、スウェーデンにとっても有名な選手なんでしょうけど、あまり無理してもらいたくないですね。ひねった、しかも大きなダメージではなかったなと、まあ、日本にとってはね、やはり危険な人物ですからね、はい。サイドからの2列目のアレクサンダーションもまたうるさいプレーヤーです。1対1のまま延長前半の15分、まもなく10分です。アレクサンダーション、
スウェーデンのチーム全体、木村さん見てらして、まあ、ベテランも何人か入ってますけど若い選手もいる、その辺のチームの構成という点ではどうですか。まあチームになってそんなに時間がなかったと思うんですよね、はい、そういった意味でいろんな意味でこうコンビネーションというのはちょっとちぐはぐな面もありますよね、攻め方にしてもちょっと組織だった攻めとか、はい、意図のあるプレーが見られないですよね。まあ、ある面で強引なところもありますし、それから経験を積んだいいプレイヤーから出たボールがそのままあっさりというようなケースもありましたね。そうですね。膝を痛めたはずのフィングレですが笑顔が出ました。相変わらず日本の声を拾っています。香港ナショナルスタジアム、このあたりの今の井原のあのプレッシャーがかかった中での長い縦のボールも立ち合いも割らずにそのまま前に、左足でしたか。そうですね、なかなかすごいプレーですよね。途中から入ったヘンリクソンを使ってきましたプリングレですが、この井原とは木村さんも随分付き合い長いと思うんですけどもまあ昔から学生時代から非常に能力の高い選手として評判でした。そうですね、もう学生の時から代表に入ってましたからね、まだその井原選手が初めての代表、その合宿の取材に私行った覚えがあるんですけど、若々しい青年だったことを覚えてますが、しかし非常にその後そういった意味でのリーダーシップも、それからプレーの磨きがかかってきましたが、取れません。イエローカードが出た。さっき看板飛ばなくてよかったですねちょっと痛そうですね。プリングレはちょっと痛そうです。このあたりしっかりしていますローランド・ニルソン。もう一度ローランド・ニルソン、ホイッスルありました。ここで変わるようです。プリングレに代わって7番のランドバリーが入ってきます。このランドバリーは第1戦の香港リーグ選抜との試合に出てきまして非常にスピードのある選手です。スウェーデンはダーリンがすでにブンデスリーガの試合の関係で帰国してしまいました。そういった点からしますと若い人たちにもチャンスがあるという代表チームになっていますが、スペースに出してきたカズダ、チャンスだ、飛び込んだ、高く飛び込みましたが、絶好の VO のチャンスでした。日本いい形でしたね。そうですね、斜めからバックの裏に出てここでよくカズがセンターリング、もう少しでしたね。日本はこの延長戦に入ってここでうまく凍れるんですね。
構よく、狙ってね、はい、行ってたんですけど、向こうのディフェンスの選手はね、よく体つけてましたよね。まあしかしいい形ができました日本。なんかこんな情けなそうな顔してるラベル見るのは初めてですが。ですけどね、さあ延長前半のロスタイムです。ボールをつなぐという点では日本の方が上回っていますが、 V ゴール方式の延長戦、ここでホイッスルがあってハーフタイムを置かずにこのままエンドを変えてすぐに延長の後半が始まります。この延長の前半を見る限り木村さん、日本、はい、そうですね、ちょっとあの中盤でボールを取られる場面がちょっと多くなりましたよね、はい、それだけ日本の選手の中も疲れが出てきている、そういった場面がちょっと見られましたね。まあ、それにもまして、あの最後と言いましょうか、終了前の高木飛び込んでいったプレーはいかにもなんか惜しまれるプレーでした ね、 さあ鴨監督はどうでしょうか、この V ゴール方式というのは選手を変えていくときのこのタイミングと言いましょうか、難しいところでしょうね、まあ、日本は攻撃に可能性のある選手としてはまだ岡野が残っていますが、まあ今のところを変えるところがないですよね。点を取りたいけれども取られたら終わるんだというところがまた監督の決断にとっては非常に難しいところでしょう。逆サイド振ってきました、うん、木村さん、スウェーデンのサイドチェンジ、これどうですか、予想してたのと比べてここまでそんなには多くないですよね、うん、スウェーデンもある程度ボールを大事につないできて、最後アイデアがなかったら、はい、あの簡単に上げてくるっていう感じですけどね、かなりボールは大事にして回してきてますよね。雨が降っています香港ナショナルスタジアム。スウェーデンボールです。途中から入ったヘンリクソン、行きます。スベンソン、これはね、一発狙ってきてますよね、まあ、このプロの軍団の中ではここで点を挙げた者が明日のスウェーデンの一面を賑わすんだと思ってますからね。ミーケル・ニルソン、さあチャンスになったスウェーデン、一回開いたスベンソン、相馬ですか、最後は山口、ね、ちょっと狭い、そうですね、森島倒されましたが、またスベンソン、この左のスベンソンも目立つようになりました。
あ、相当雨足強くなってきました、うん、数バランス中打った、また見た、うんと、あそこでセンタリングをするまでに相当パワーとエネルギーを使ってしまいました。カズ、中を見ている、うん、寄せは来ない、ないですね。やはり厳しいとこついてきますね。ディフェンスラインからやってきました。ちょうどうまくここで通して、ちょうどバックラインとキーパーの間に流れてきますね。日本のディフェンスが寄せ切れてませんね。そうですね、後ろから上がってきてますからね。サイリギアのディフェンスですからね、はい、まだ1対1のまま V ゴール方式、ゴールデンゴール方式の延長戦に入って後半です。後半の4分を経過。途中から入ったランドバリー、山口、ちょっときついですね、このようなミスがあると。あの中盤のそこの山口から出たボールをインターセプトされるとすぐに相手のチャンスになりますね。そうですね、その辺もう一つ考えないといけないと思いますが、逆に森島、また日本のコーナーキック、だいぶ七海も疲れが出ているようですが、ここは条件的には両チーム変わりません。ちょっと正面だ。カズの気持ちとしてはどうだったですか。まあニアなんでしょうけどね、もう少しあの遠いサイドでも良かったと思うんですけどね、うん、かなりスウェーデンのバックライン前に意識がありますからね、はい、そこの裏をついても面白かったと思うんですけどね。ヘンリクソン、スベンソン、またヘンリクソンだ、野村のクリア、柳本、森島、相手もだいぶ疲れてるでしょうが、あーとミスになった、ディフェンスラインでの相手が詰めてきているところでのミスは大きな怪我になりかねません。まあ、疲れもあるんでしょうけどね、ピッチそしてボールも滑りますからね、はい、途中から雨がちょっと強くなっていますが、ミケル・ニルソン、この辺のボールは鋭いボール上げてきますよね。危なかった日本、高木、井原、相馬、早めのセンタリング、早めのクロスですが欲しいですね、これはオフサイド。いや、岡野を見るとすれば10分ぐらい時間が欲しかったところですが、どうも鴨監督は動く気配はありません。柳本と、柳本はすでに前半に1枚イエローカードを受けてますが、いや、頑丈そうなスベンソンでよかったですかね。イエローカードは大丈夫です。しかしスウェーデンのセットプレー、
うん、強いですね。もう一度開いてきたアレクサンダーション、ミケル・ニルソン、今のは右足でした。左のサイドバックミケル・ニルソン、しかし一時期 あの日本の細かい相手を幻惑するようなパスが少なくなってきましたね。そうですね、やはり森島、本田、山口が、そして七海、画面出てきませんよね。ああ出てきました、24番の岡野が出てきましたが、下げたのは森島。はは、森島どこかで、まあ、多少怪我っていうのがあるんでしょうね。はいはい、これまで引きずってたやつですね。その可能性はありますが、またスベンソン出てきました。いやー、ナイスディフェンス、よく入りました小村。七海、相馬、岡野が行きます。岡野は狭いところを走らせてはいけません。広いところを走らせてその魅力を引き出さないといけませんが、日本ボールです。どうですか、岡野のスピードがあればスウェーデンの選手であってもかなり見せられるんじゃないですか。広いスペースで、そういったのも見たいですね。見たいですね。センタリングを入れてくる、空中戦になる。延長後半の残りはあと5分です。最も V ゴール方式です。柳本、やはり外からのボールは守りにくい、そしてやはり何かがあるんじゃないかって思わせるボールが来ますよね。日本ももっともっとやっぱり外からの攻撃っていうのをもっともっと課題にしてやってほしいですね。さあ今度はアレクサンダーションではなくてスベンソンのコーナーキック。依然としてスウェーデンはなかなか中に入ってきません。外から突っ込んできます。アレクサンダーションオーキャンミルド、日本ピンチが続きます。この3番のルーシックは94年のアメリカワールドカップの時には途中で選手が1人登録直前になって太ももの肉離れで交代したために入った、交代のメンバーで結局大会には出ませんでしたが、あれから2年経ってかなり成長してきました。さあスウェーデンが今朝にかかり始めてきます。残り時間があと4分を切りました。いやー、岡野の魅力見たいですね。見たいですね。ということは木村さん、岡野も好きですか。はい、森島だけではなくて、どうでしょう、まあ面白いですよ ね魅力ありますよね。そのスピードには。まあ、もっともっとね、岡野のプレーを生かすようなプレーを意識して周りの選手ができるようになれば、はい、もっともっと面白いんでしょうけどね。そしてまた岡野自身も生きるようなプレー、はい、が出てくれば。岡野は後ろに選手を背負ってドリブルするようなところではあまりいいところが出てきませんから。 そうですね、そういった意味で背負ってもスペースの方に出してあげれば、十分もう動きだけで勝てるっていう場面が出てきますからね。まあ、しかし問題は高木とカズが前にいる、
岡野のスペースとしては岡野が2トップの1人であるときよりは少なくなっているわけですから、これもミスに救われました日本。さあ岡野か、岡野行く、ちょっと狭いが、いや惜しいですね。香港のお客さんも知ってますね。日本ボールです。残りあと1分少々です。これで得点が両チーム入らない場合には PK 戦です。最後までよく小さな体で頑張っていますが、さあ岡野がもうあとワンプレーできるかどうか。足が勝ったが大丈夫でしょうか。この笛はしかし延長後半が終了したという笛。結局日本代表スウェーデン代表と戦って1対1のまま延長戦を終えました。結局 PK 戦。いや木村さん、しかし立派な1対1ですよね。これ立派ですよ。この強豪スウェーデンに1対1、これはもう本当に自信持っていいんじゃないでしょうかね。まあ、あとはしかし優勝を決めるための PK 戦がありますが、相手は35歳とはいえ一度はヨーロッパで屈指のゴールキーパーと称賛されたあのトーマス・ダベリ。まず1人目数できました日本です。いいシュートですね。いつものコースへ決めてきました数。まあ、この人のペナルティーキックはですね、思いっきり蹴るというのが信条みたいですが、まああれはさすがのラベリも取れないでしょうね。方向としては読んでますね。そうですね。日本が先にまず1本決めてきました。スウェーデンが途中から入りましたランドバリーです。前川はちょっと見にくそうな感じですが、まだ怪我は癒えていない。ランドバリー、これで1点と1点。何かこう何気なく走り込んできましたね。そうですね。ちょっと動きが早いですね前川ね。もう少し我慢できれば。5本に1本はね、PK の場合、真ん中に来ることあるんですよね、はい、そこで、まあ、どうしても取りたいっていう、まあ、気持ちは分かるんですけどね、キーパーの場合ね。さあ2人目相馬です。あ、いろいろフェイントを見せていますラベリ、読みましたが、しかし日本は数相馬ときました。まあ、この他メンバーとしては山口本田などありますが、これは高かったですね。1人目が決めて2人目まで滑り出した日本。今度はカールソンです、センターバック。ことも投げに決めてきました。安定感があります。日本は3人目高木です。
どうですか顔つき。そうですね、まあ、思い切っていくんじゃないですか。なった果敢に外しました。まあ、力が入りすぎたという感じでしょうかね。力が入りすぎた。まあ、まだしかし3人目。ああボールが動きました。やり直しをしません。前川が1本止めれば同じ形になりますが、うっと、ですけどね、ローランド・ニルソン、ベテランのニルソン。これは木村さん、しかし真ん中に蹴るのも勇気がいるってよく言いますけども、キーパーも同じなんですかね。まあそうでしょうね。さあ日本は今度は本田です。何か今ボールに いやいいコースですね。まだ分かりません。これはラベリも読めませんでした。スウェーデンはあと2人、13番のミーケル・ニルソン、この2人のうち1人を外すあるいは止めれば条件的には同じですが、何か前川の飛び方にどうしても止めるんだっていう感じが見えないんですけども、どうですか。そうですね、なんか自信がないっていうか、早すぎるんですね、この場面をね。まあ、最も前川もコンディション的に言うと非常に悪いコンディションで戦ってるんでしょうが、さあ日本です、井原。井原来ました。さあスウェーデンの5人目、この選手を止めるか止めないかですが、その前に井原。この井原で後の運命は、決まりました。これでスウェーデン日本を破りました。日本を破りましたが、それにしても立派な日本の引き分け、結局 PK 負けではありましたが立派でしたね木村さん。そうですね、本当に立派ですね。これだけの強豪チームですよ、でアメリカワールドカップ3位のチームですから、はい、もう自信持っていいんじゃないでしょうかね。まあ、今年は年末のアジアカップもありますが、そのためには今年いいスタートを切ったとお伝えしておこうと思います。解説は木村和司さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。1試合目が非常にいい戦いができたんで、2試合目もみんな自信持ってやれたと思うんですけど、まあ、反省する点も多いし、これからまだまだ先長いんで、もっともっと強くなっていきたいと思います。